ではこちらの15センチの黄土色を半分に折ります。開きます。ではこの下の縁をこの真ん中の折り筋に合わせて折ります。開きます。ではこちらへ回転させます。はい、ではまた半分に折ります。開きます。ではまた下の縁を真ん中に合わせて折ります。ではハサミを使ってまずここをジャッと切ってからここを切ります。切りましたらこんな風になります。でこちらの長細い方はいらないでこの2つを使います。では折ります。色を上にして三角に半分に折ります。開きます。では回転させてまた三角に半分に折ります。開きます。ではくるっと裏返しまして今度は四角に半分に折ります。はい、開きます。では回転させて四角に半分に折ります。ではこの両手で両端を持ちまして寄せるように折っていきます。でここの真ん中とこの縁をしっかり折ります。ではここ1枚立てましてここのポケットここを指でこう押して開いてここを指で親指と人差し指でここをしっかり押さえます。ここをね。でこちらを指で押さえます。で、ここの折り筋と縁が揃ったところでしっかり折ります。では、残り1、2、3枚、こちらも同じように折ります。はい。では、1枚めくります。こちら、この幅で、だいたい三つ折りになるように折ります。こういう感じで。で、ここ少し開ける方がいいと思います。1、2ミリね。で、極力ここの長さが同じになるようにします。では残りの箇所も同じようにします。できたらここをしっかり爪で折ります。ではこちらここをだいたい 1.5 センチほどでこのように折ります。ではここの縁よりだいたい 2,3 ミリで1回ちょっとこのように折ります。結構ギューッと押してください。では一旦ここを開かない状態でちょっと開いていきます。多少開いても後で戻したらいいのでちょっとねこういう感じでゆっくり開いていきます。はい、ちょっと開いていったら、ここ最初にここを折り筋をつけたところでこのようにつまみながら爪を使ってこのように折り目をつけていきます。はい、そうしましたらこの状態でまずここの縁で一旦この部分を内側へ折り込みます。で残りも同じように折り込んでいきます。最近よく落とす。で、よいしょ。はい、折りましたらここ折り筋をつけたところでもう一度このように内側へゆっくりでいいので折り込んでいきます。でここはね、押さえながら、ここを押さえながら折り込むとちゃんと折れます。でちょっと形をもう一度しっかり折って形をなるべくまっすぐになるようにします。でここできたらここをちょっとずつこの縁をつまんでちょっと内側をへこませます。こういう感じでね、押さえてへこませます。はい、薄は出来上がりです。ではこちら縦長にして半分に折ります。でまた半分に折ります。でもう一度半分に折ります。でしっかり折り筋をつけます。そうしましたら開きます。はい、ではこちら横長にして今度は半分に折ります。開いて上と下の縁を真ん中に合わせて折ります。はい、開きます。ではもう一度こちら半分に折ります。でこの1マス縁から1マスで折り返します。でこの折り筋で一旦ちょっとこの真ん中に合わせて折ります。折った時にここが浮いてるのでここをこのように三角の形になるように押しつぶします。はい、こちらも同じように真ん中に合わせて折ってから押しつぶします。ではできたらでいいのでまたこの縁をなるべく真ん中に合わせるように折ります。この時ここが浮いちゃうのでここは折らなくて OK です。でなるべくこういう感じで折ります。これで OK です。でこちらも同じように折ります。こういう感じでね、ちょっとここ浮くけどこんな感じで、で一回戻します。ではちょっと一回くるっとひっくり返しますね。はい、そうしましたらここからちょっと一回折りますね。ここを一回折るんですけど、その時にここをこの角をなるべくここの折り筋に合わせるようにして一旦折り目をつけます。はい、戻します。でこちらも同じようにここからこのように折って、ここの今度下の折り筋に角を合わせるようにして折ります。はい、ではちょっと裏返しまして、この向きにします。でこことこの縁とここの折り筋とここの折り筋、ここね、下から2番目の折り筋とこの端から1個隣の折り筋、この折り筋が合うようにこのように斜めに折ります。でこちらもこことここの折り筋が合うようにしてこのように折ります。では一旦このようにここ一回戻して、ここをちょっと一回立てておきます。ここね、一回ちょっと折り筋をつけてから立てておきます。でこの折り筋、一番端の端同士の折り筋をこのように折って若干立体づくようにします。こうですね、こうなりました。でここの先ほどのこの折り筋、こことこことこの間の折り筋、ここをこのように寄せるようにします。こういう感じで。でこちらも同じように寄せるように折ります。こっちね、こうちょっとこういう感じで折ります。はい、でここを折りましたら、こういう感じで折りましたら、ちょっとこちら向きにします。でここを合わせます。こういう感じで折り筋に沿って折ります。でここの縁で一旦ここを折ります。でここもできたら折るんですけど、ちょっとね難しいんで、ここの折り筋、この辺りで一旦こちら側へ外側へ折ったら綺麗に折れます。はい、でちょっと形を整えますね。こういう感じで箱型にします。はい、ではまたここを立てますね。ここを立てて、ここをくるっとくるっと、ここを重ね合わせるようにします。でちょっと丸みをつけておきます、軽く。でこの角は少し内側へ折り込みます。はい、これできねは出来上がりです。ではこちら 7.5 センチの4分の1に切ったサイズ 3.75 センチをこのように対角線上に折ります。では四つ角を真ん中に合わせて折ります。ではこの四つ角をだいたいこう折った時に、ここの幅とここの幅が合うぐらいで折っていきます。でちょっと合わせますね。ここだいたいこれでぴったり合うと思います。でこれはそのままにしてもいいですし、のり付けしてもいいと思います。できました。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。